6月4日朝、福島県いわき中野佐久港から船が出港するところです。地元のハムの方々の協力を得て積み込みをしているところです。これが今積んでいるのがオペータルームになる丸太の材料です。船が小さいもんですから、一番先端に今積んでおります。しっかりロープで祝いて、この作業がだいぶ時間かかりまして、約食料、無線機、燃料、いろんな補給をして約3時間ぐらいかかりましたね。早朝から始めました。東京からも、いろんな方が見送りに来てくださいまして、6月4日10時ごろこの港を出港しました。天気は良かったんですけども、何か非常にね、緊張した一日でした。この島船は、41トン、第16白龍丸。この船はもともとが、魚探船といいまして、魚の群れを追いかけて、それを船団に連絡する石膏みたいな船でもって、船足もかなり速い方だし、だから船が細いので、かなり船が揺れるんですよね。そんなわけで、だいぶ、1日目は非常に船に慣れるように苦労したんですけども、もう2日目あたりからはかなり慣れまして、3日後には、いよいよ小笠原の父島でに着くんですけども、その頃まではだいぶ私たちは慣れたようです。船の編成としては、船長、それと機関長、通信長ですね、それと船外機長、4名の方がプロが乗り組んでくださいまして、私たち2人は甲板員として乗り組みました。これが小笠原ですね。小笠原と父島です。たった3日間の、航海だったんですけども、なんか陸が非常に懐かしくて、早く丘に上がりたいって言ったらこれからもっともっと長い航海を待ってると船長に脅されました。これが父島の二見湾です。非常に元軍港だったらしいんですが、非常に綺麗な、港で、船長は昔よくハワイに遠洋漁業の時に寄ったそうなんですが、父島っていうのはハワイに似てるなって言った船長の言葉は非常に印象的でした。それでこれがですね、海上自衛隊父島分遣隊の基地ですね。船が一隻ありまして、丘の上には大きなロングペリのアンテナが日本の本土に向いて上がっておりました。船が着きますと、千島の港湾局の役人の方が早速オートバイで迎えに来ておりまして、いらっしゃいますと、非常に感じのいい港でした。この港で水と船の燃料を補給しました。これが父島の、市長ですね。これから市長へ挨拶に行くところです。でこの左側が父島の本局です。これからまた大きな、ビルができるんじゃないかと思って、今これで本局でやっているようです。これが父島の、中学校ですね。非常に庭もきれいだし、校庭にバナナが咲いたりして、日本にもこんな中学があるんだなって感じました。これが千島の山にある
海上自衛隊のロングペリのアンテナですね。かなり大きなワイヤーのロングペリなんですけど、これも日本の本土の方へ見てですね、いよいよ、父島から沖ノ鳥島向け出発です。これがだいたい3日後ですね、今多分必死に沖ノ鳥島を探しているところだと思うんですけど、時間的に推測しますと海面下にあるような感じなんで、非常に真剣に皆さんが船を一番高いバスに乗って探したんですが、なかなか見つからず、船長が転速の、繰り返しでやっと島を発見しました。これが沖ノ鳥島です。3年前私は来たんですけども、全くそれと変わりがないような、島の様子なので非常に感激しました。今回はですね、島を探し回ったんで、前回で反対の方角から侵入したもんですから、方角的に非常に島の位置を確認するのに苦労したんですよね。方向音痴になってしまいまして、どっちがこの島のリーフにある探偵水路か、探すのにだいぶ時間を食いまして、船長がどっち舵を持ってったらいいのかって言われまして、この中で行ったのはお前だけなんだから早くしろって言われましてね、非常に困った時間がありました。でもなんとか、3年前のことを思い出して、あっち側へ船を回して、そこでボートを下ろせば島へリーフへ入れるということがあって、早速船を向けて、上陸を、開始しました。まず船外機長がですね、と私がとにかく何も持たないで島を探索に行こうというんで、トランシーバーを持って、これから島へ上陸するところです。ところが船から探偵水路が分かるんですがね、ボートへ乗ってしまうと波が高いもんですからね、見えないんですよね。それで本船からハンデトランシーバーで、もっと左もっと右ってね、誘導してもらいまして、探偵水路に入りました。いよいよ設営開始です。推測としては多分2時間後には潮が上がってくるだろうというので急いで、設営を開始しました。主力のタワーには、14メガの3エレフルサイズがありまして、矢柄の方には21の3エレのフルサイズと、7メガはインパットドビー竹竿から海面下にロープで引っ張ったというような、設備です。いよいよ食事が終わって、皆さんと別れて、元気で一生懸命やるよなんてね、船員の方に言われまして、同僚のナルさんも本船へ帰って、また一人でこれから運用を始めています。矢倉は約4メーター50の、長さの、丸太がですね、4本と、それから2メーター50の、丸太が約20本ぐらいの材料で組み立てております。海面下から約
4.5 メーター回ってまして、満潮時には約2メーターの水が来ますので、2メーター50、波が被りますと約3メーターぐらい、波が来ましたね。いよいよ運用です。無線機をセットしまして、とにかくにわか作りの、無線機なもんですから、無線機をどう置いたらやりいいかとかね、 VFO はどっちがいいかとか、ローテーターのあれは OK だとかね、いろいろ目つぶっても手が届くようなところに全部配置しまして、長時間の運用に耐えるように無線のセッティングには随分気を使いました。電源はですね、その私の座ってる下に、もう一つのフロアがありまして、そこに発電機を2台置きまして、その発電機を回して それから12ボルトを引っ張り出して DC の12ボルトですね、それをバッテリーにフローティングして無線機につなぐという方法が非常に FB でした。というのは非常に回転数がですね少なくて済むんですよね。ですから従って、ノイズの問題、それからエンジンの音ですね、それが非常に小さかったんで、非常に長時間の運用が楽でした。コンセントは6メーターの FM で常時つないでおりまして、何か変わった情報が入ればすぐに入っています。楽しい情報ばっかりなくて、これから飯を持っていくぞとかね、そういう情報は非常に多かったんですが、低気圧がフィリピンに発生したとかね、そういう時は一瞬驚いた時も何度かありました。感じたことは軽くですね、考えておったんですが、なかなか小物が多いんですよね、道具が。見てご覧のようにですね、いろんな食料その他、救急道具、それからトランシーバー、無線機、発電機、オペレータールームのところはですね、約畳、2畳ですね、畳2畳の広さなんですけども、なんか荷物でいっぱいになっちゃいましたね。コップなんか持ってますとね、転がっちゃうんで、やがんで水飲んだり、それから鉛筆はですね、削ってる暇はないもんですから、鉛筆削りで、電池機の鉛筆削りで年中削っていたと。
問題の天候はですね、非常に前回に比べて雲が多くて、前回もうちょっと空が真っ青だったんですが、それから風が強かったですね。とにかく風はですね、吹きっぱなしなんですよね。同じ方向からもう四六時中風が吹いてるし、またスコールが毎日ありましたね。前回にはスコールは一回も、遭遇しなかったんですが、今回は、暗くなって夜になりますとスコールが来て非常に困りました。スコールと一緒に風が強いんですよね。約10メーターから20メーターぐらいの風が吹きまして、横殴りのスコールが来まして、ですから櫓にはその方向に多分青いシートがね、青いシートを張りまして、その雨をしのいだという形になっています。島が、対面から出るのが1日約2時間半。その時に、下へ降りて、少し昼寝をしたり、伸びをしたりね、いろんな休みました。あとはほとんどが下を見ますと海があるんでね、あまり気分良くないんで、あまり下を見ないようにして、絶えず無線機にしがみついてます。これが3年前に打ち込みしたセブン J1RL のペナントです。L が波で剥がれてしまうんですね。でも薄くわかるんですが、確かに残っておりました。ありがとうございました。キュアです。最後の日ですね、15日の日ですね、船長から、撤収せよという命令が出ました。コンディションの関係で14名が隊がですね、非常にアメリカと、良好に入管しまして、アメリカと気分よくガンガン更新できました。と夜になりましてね、ヨーロッパが仕掛けまして、ヨーロッパともかなりの曲と更新することができました。最後にですね、最後にメッセージを送りました。非常に感謝の気を込めて、私がここで運用できたのは皆さんのおかげであるということを、少しでも伝わってくればいいと、メッセージを送って気がしました。I never forget your kind in my mind. This is JS1 IAC Stoke 7J1.
JF1 イタリースペイン東京ストローク 7J1 ラウキワウシーさよならプロモキの取りします。ご苦労さまでした。今回のペルチョンに関して、IST 一人でやったんではないかとよく言われますけど、実際運用したのは私一人でしたが、それにはいろんな方々が協力してくれて、船員の方、それから一緒に行ってくれた、渡辺氏、それと本土から無線を通じていろんな適切な指示をしてくれた先輩たちですね、その方たちのおかげでこのペレションは一応成功という評価をいただいたことは非常に嬉しく思っております。それから私が、そういう先輩たちを漏れたということが非常に、幸せだったということです、皆さんの協力本当にありがとうございます。